ガリシア州内の位置、アゴラーダは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカデデサに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は2803人。住民故障はアグレンス。カスティーリア語表記はゴラダ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.95%。アゴラーダは、ポンテベドラ県の北東部に位置し、 コマルカドデサに属する。隣接する自治体は、西がビラデクルセストラリン、南がロデイド、東がアンタスでウジャとパラスデレー、北がサンティソである。アゴラーダはほぼ、ガリシア州の中央、アルネゴ川とファレード山地と、ウジャ川の間に位置している。ファレード山地の峰の一つファレード山は、標高952.6メートルで、自治体内で最も高い地点となっている。 ウジャカーは自治体の北の境界となっており、最も重要な河川であり、ブロコス教区であるネゴ川と合流し、その後、ポルトデモウロス湖に注いでいる。気候は、冬季の寒さ、夏季の暑さともあまり厳しくない内陸性、海洋気候で年間平均降水量は1290ミ、mm、リメートルほどである。アゴラーダはラリン四方間ツ区に属す。 住民は24の教区の139の地区に居住する。自治体内には、モンテ、ダスマ・モアスやテソーロでアゴラーダと呼ばれる初期、青銅器時代の宝飾品など、巨石文化時代の多くの遺物が発見されている。また、カストロも2カ所発見されている。6世紀以降14世紀まで、アゴラーダは、デサ伯爵の所領であった。その後、デモス伯爵の所領となった。 アゴラーダの経済活動は基本的に農業でおよそ60%の住民が農業に従事している。土地は肥沃で個人の所有面積の平均はガリシア州の他の地域に比べ広い。その内訳はクルミ、栗じジャガイモ、小麦の他に自家消費用としてトウモロコシ、野菜、ライ麦、ブドウなどが栽培されている。ここ10年は 牛や豚などの畜産が増加している。また、製材所などの木材化工業もある。自治体主張は、ガリシア国民党のラミール・バレイ・ラッペオン。自治体評議員は、ガリシア国民党。7、ガリシア社会党。3、ガリシア民族主義ブロック。1、となっている。アゴラーダは24の教区に分けられている。ありがとうございます。